はい、天野さんの FX のチャート解説ですね。今日日曜日なんで相場がないんですよね。まあ、ですので振り返り、1週間の振り返りとか来週の展望をやるっていうのは、ね、とてもいいと思います。その中で第1週目ですから、やっぱりね、材料が出てるんだよと。で、今回材料のことをね、ちょっとお話しされてましたね。ドル円に影響を与えそうな三つ星経済指標ということですよね。こちらの方の解説が入ってたのはとっても良かったかなと思います。そうなんですよね。やっぱり現場のことを実地で話すのが平日、そして土日は振り返りとかね、それから学習とか、こういうのに当てていく発信をすればいいんじゃないかなと思いますよね。すごくいいと思います。このまま続けていっていただくのと、あとはね、やっぱ若干ね、天野さんらしさをもっともっと盛り込んでいった方がいいかなと思います。らしさってのは、なんですかね、意識して入れていくところですね、これは。天野さんが例えばね、相場解説するときにバックグラウンドに、なんですかね、パソコンの画面がいっぱい並んでてね、トレーダーみたいな風にしていくっていうのもらしさですし、 T シャツにチャートが書いてあるとかね、 FX って書いてあるとかね、そんな感じだとか、あとヨシックスさんとかすごく雰囲気出てますよね。こうサングラスいつもかけていて、ちょっと不敵な意味があったりとかね、あんな感じでちょっと天野さんらしさを出していくのは、なんか意識して、やるというところなんですよ、ここが。多分これ普段着のまま、さあ撮ろうかなみたいな感じだと思います。それもね、別に悪くはないんですけども、FX トレーダーに扮するとしたら、どんな意識をね、持って、格好ですとか、バックグラウンドとか作るかっていうのを、ちょっとやってみると、だいぶ雰囲気変わって、視聴者さんにね、もうちょっと覚えていただくようになるんではないかなと思います。ちょっとこの辺も工夫してやっていきましょう。内容は、内容のことはね、細かくは言いませんけども、こういう形でいくとがいいっていうことだけは言っておきます。ただまだまだ内容はまだまだ噛み砕いていかないといけないところありますんで、結構ね、その説明が今一つ分かりにくかったりするところが正直ありますけども、でもこの方針でいきましょう。この今回のチャート分析はついにテンプレートができたって感じですから、このまま進めるのはいいと思います。次にやるのは、内容を精査するよりもちょっと雰囲気を出していくってことですよね。天野さんのチャート解説と、解説してる人が専門家っぽく見えるっていう説得力をね、持たせていくってことです。で、視聴者さんっていうのは、この人もしかしたらすごい人なんじゃないかなって思っていただくだけで、一生懸命聞くんですよ、見るんですよ。でも普通の格好の人がやってるとなかなかね、しっかりと見てくんないです。天野さんが今度ね、逆の立場になってみて、白衣を着た人がね、病院関係のことを話してたらそうなんかなと思いますけども、なんかちゃんちゃんこ着ながら適当にね、言ってたらどうかなと思うと思うんですよ。で、まあ私が言うことじゃないと思うんですけど、私はなんかこんなね、隠居みたいな格好で適当なことばっかり言ってますけど、ミスマッチなんですけども、で、私の場合はまた別の種類なのかなと思うんですよ。話す内容がやっぱりこうかなりの引力を持ってるんで、逆に専門家っぽくない方が私はいいのかなと。隠居っていうタイトルもありますしね。ですから私の形をそのまま回れるのはちょっと、そんなに良くないかな、良くないんじゃないかなと思います。まあ真似てはないと思うんですけども、私の場合はやっぱりね、はばかりながら、あらゆる局面での実績と、あともうすでに顔をさらしてセミナーを1000回以上やってきたっていうところもありますし、まあアフィリエーターでね、上級でずっとやってきましたんで、アクセスはほっといても取れるっていうところも、まあ踏んでるわけなんですよ。だからあえてアクセスが上がらないような形で、まあ自分だけのフィールドを作っているところもありますんで、参考にしていただければ幸いでございます。それでは、グッドですよ。でも